イスラム・カリモフ、イスラム・アブルガニエビッチ・カリモフ、1938年1月30日から2016年9月2日は、ウズベキスタンの政治家、1991年の独立以来、25年に、渡って、同国の初代大統領を務めた、ウズベキスタン自由民主党党首、人権問題や、報道規制などの問題により、欧米諸国からは独裁者として、 批判を受け、に、世界最悪の独裁者の一人に選ばれていたが、2007年から2012年まで、毎年8%以上の GDP 成長率を達成するな、優れた指導者としての一面を見せていた。1938年1月30日、サマルカンドで生まれる。1941年に、孤児院に入れられ、翌1942年に家に戻るが、 1945年に再び孤児院に入れられる。1955年に高校を卒業し、1960年に中央アジア工科大学、現在のを卒業し、機械工学の学位を取得した。卒業後は水資源賞にエンジニアとして入賞し、1967年に多種県都州立大学で経済学の修士号を取得した。 1961年から1966年まで VP チカロフ名称たし県と航空生産公団の技師。1964年、ウズベキスタン共産党に入党。1966年から1983年までコスプランの主任専門官、議長補佐官、課長、局長、副議長、第一副議長を歴任した。1983年から、 ウズベク共和国の財務大臣、1986年から福祉証券ゴスプラン議長を歴任。1986年かシュカダリア州の共産党、第一書記。1989年6月からウズベキスタン共産党中央委員会第一書記。1990年から1991年までソ連共産党中央委員会委員、政治局委員。 第12期ソ連最高会議大議員を歴任した。1990年3月24日、ウズベクソビエト社会主義共和国大統領に就任。ソ連8月クーデター失敗後の1991年9月1日に、ウズベキスタンの独立を宣言し、ウズベキスタン共産党をウズベキスタン人民民党に解消した。ソ連崩壊後の12月29日に、 ウズベキスタン大統領選挙で当選。1995年3月26日に国民投票を実施し、任期を2000年まで延長した。2000年1月9日の大統領選挙では91.9%の得票を得て再選したが、選挙では白票や棄権票がカリモフに投票したとみなされるなど、公正さに疑問があり、 アメリカ合衆国からは、真の自由で公正な選挙とは言えず、ウズベク国民には選択肢が与えられていなかったと批判を受けた。2007年11月6日、ウズベキスタン自由民主党の公認を得て、大統領選挙への出馬を表明し、選挙管理委員会からの承認を得たが、対立候補は憲法に規定されている参戦禁止を無視していると批判た。 12月23日の選挙では88.1%の得票を得て参戦した。選挙結果は独立国家共同体、CIS 加盟国からは歓迎されたが、欧米諸国からは政治的な茶番であり、真の選択肢が与えられていないとして批判を受けた。2015年3月29日、大統領選挙で90.39%の得票を得て4選。 旧ソ連構成国や中国から派遣された選挙監視団は公正な選挙として評価したが、欧米諸国からは不正な選挙として批判を受けた。また、参戦禁止が規定された憲法が制定されてから3度目の大統領当選となった。カリモフは反テロリズム政策を掲げ、過激なイスラーム主義者のテロの脅威に対抗した。その政策はテロリズムに 理論的かつ法的定義を与えることによって、テロ行為に名分と政治性を与えないという、ソ連時代から続くテロ対策の延長上にあるものであった。1995年5月には、イスラム急進派を抑えるために、宗教団体の自由と配慮に関する法律を制定させ、モスク建設を許可制とした。1999年に、カリモフ暗殺未遂事件が発生すると、 イスラム教徒への抑圧を強めた。1999にタシケントは自殺爆弾攻撃を受ける。カリモフはこれをウズベキスタンイスラム運動イムの仕業だと非難し大規模な一斉捜査や投獄を行った。ステートメディアによる反イムプロパガンダも行われた。しかし明確な証拠が出てこず単にウズベキスタン国民の権利が損なわれただけに終わった。年にも タシケントで自殺爆弾攻撃があり、カリモフはイムカ、あるいはヒズブタハリールによる犯行と非難した。国営の若者向けラジオニュースでは、邪悪なヒズブタハリールが我が国に入り込んで以来、若者を洗脳し、様々な手段で政権を奪取しようと陰謀を企んでいるという報道もされた。カリモフ政権の反テロ政策については2001年までどちらかというと、 ムスリムの人権を抑圧しているという方向で報道されていたところ同年9月11日のアメリカ同時多発テロ事件以後和上が変わった。ウズベキスタンが対テロ戦争におけるアメリカの戦略的同盟国とみなされるようになり、アメリカのアフガニスタン侵攻の際には800人のアメリカ軍を国内に受け入れサポートした。しかしながらカリモフ政権とアメリカの蜜月は ウズベキスタンと同じ上海協力機構、s c o の中国とロシアから懸念された。2005年5月13日に武装勢力が刑務所を襲撃して習慣者を逃亡させた、ディジャン事件及びその鎮圧方法をめぐり、アメリカはカリモフ政権を非難した。中路の後押しもあってカリモフはアメリカ軍に撤収するように促し、アメリカ軍は7月に ウズベキスタンから撤収するも、2012年6月には、カリモフ政権は、集団安全保障条約機構、クストから脱退して、ロシアからの独立も保つ動きもいった。カリモフは、国際社会から長年にわたり、人権や報道規制について、批判を受けていた。中ウズベキスタン英国大使を務めたは、カリモフ政権下の腐敗、宗教弾圧、検閲、 拷問、殺害、誘拐などの問いを批判しており、大使退任後にはカリモフ政権の人権問題やアメリカとの関係を記した解雇録を出版している。また、国際連合もカリモフ政権で拷問が行われていることを報告している。ウズベキスタン憲法では、検閲の禁止や報道の自由が明記されており、名目上は報道の自由が認められている。 しかし、カリモフ政権は、説明責任を理由に報道、出版を規制しており、検閲官を配置して、政権の宣伝を実施している。報道される、政府批判はすべて検閲がかかり、中級レベルの指導部や官僚の批判しか許可されることはない。1990年代には、外国メディアを許容する姿勢を示していたが、ロシアの放送局が減少したことに合わせて、 欧米の放送局も次々に撤退し、以降十数年にわたり海外の出版物の出版を制限していた。また、政権に対して不実であるという理由で野党の出版物も,も規制していた。カリモフの健康問題は政府によって厳重に報道規制が敷かれており、2013年3月に心臓発作を起こしたと報道された際には事実無根であると発表していた。 2016年8月27日、カリモフが脳出血のため集中治療室で治療を受けていることを、次女のローラ・カリモバが明らかにした。カリモフは一時心停止状態に陥ったが、20分後に回復し、人工呼吸器を取り付けられた。公式の医療報告書によると、ウズベキスタン政府は27日から28日にかけて、モナコ新協格センター所長、 ヘルシンキ大学神経外科名誉教授、ハノーファー国際神経科学研究所長、ハイデルベルク大学病院教授、モスクワ州立医科大学心臓血管外科部長にカリモフの病状について相談している。その後、カリモフが8月29日に死亡したとの未確認情報が地元メディアなどに報じられ、9月1日の独立25周年のテレビ放送では、 政府報道官がカリモフの演説を代読し、ローラが国民に父の回復を祈るように懇願した。9月2日に脳出血のため死去したとの報道が、ウズベキスタン政府による公式な確認を得られないまま駆け巡った。ウズベキスタン政府は2日の日中の段階では渋滞であるとしていたが、同日20時55分、日本時間3日0時55分にカリモフが死去したことを、 国営テレビを介して公式に発表した。去年78、死去に際し、バラク・オバマ、ウラジーミル・プーチン、習近平ら各国首脳が哀悼の意を表したほか、イルハム・アリエフ、ライモンツウェイ・ヨニス、ナワーズ、シャリーフ、リカツ教が、ウズベキスタン大使館を訪れ記帳した。カリモフの葬儀は9月3日に取り行われた。死没地のタシケントでは、数千人の市民が集まり、 壮烈に花を手向けたが、遺体は死去の公式発表前に、タシュケントからサマルカンドに移送されていた。葬儀は、サマルカンドのレギスタン広場で執り行われ、シャーヒズインダ病群にある母と兄弟の墓の隣に埋葬された。葬儀には、ドミートリー・メドベージェフ、アシュラ・フガニー、グルバングル・ベルディム・ハメドフ、エモ・マリラフモン、カリム・マシモフ、ソーロン・バイ・ジェーン・ベコフ、 モハンマド・ジャバード・ザ・リーフラ十七カ国の代表が賛した。また、9月5日にはキューバがカリモフの死去について服もすることを決定したほか、6日にはプーチンが弔問のためウズベキスタンを訪れ、タチアーナとローラと会談して哀悼の意を表した。親日家として知られ、1997年に麻生太郎が日本の閣僚として初めて面談した際、子の頃、 毎週末ごとに母親に手を引かれ、日本人捕虜収容所へ連れて行かれた時のことを、せがれ、ご覧、あの日本人の兵隊さんを、ロシアの兵隊が見ていなくても働く。他人が見なくても働く。お前も大きくなったら、必ず他人が見なくても働くような人間になれ。おかげで、母親の言いつけを守って、今日俺は大統領になれたと語っている。 日本人捕虜が建設したナボイ劇場は1966年4月26日の他子剣と地震でもビクともせず、1996年に日本人抑留兵の功績を称えてウズベク語、日本語、英語で書かれた名番を掲げ、日本人の功績を称えた。その際、決して捕虜と書いてはいけないと言明したため、極東から強制移住させられた数百人の日本人という、 表現になっている。父は、ウズベク人、母は、タジク人とされているが、父は、ユダヤ人という説もあり、詳細は不明となっている。1964年に、ナターリア・ペトローブナ・ナ口チミと結婚し息子、ピョートルを設けるが、後に離婚している。1967年に、経済学者、共和国科学アカデミー経済、研究所科学職員のと結婚し、 二女、クリナラ、ローラと五人の孫を有する。長女クリナラは外交官、実業家として活動していたが、父と対立したため2014年2月以降は、汚職の罪により、軟禁状態に置かれていたとされていたが、2019年、現在は、詐欺や、マネーロンダリングの罪服役していることが、確認されている。次女ローラも実業家であり、ウズベキスタンでは、 子供の権利やスポーツ振興に関する活動家として知られている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。